ハノイ f c 旧ハノイ T&TFC は、ベトナムのハノイを本拠地とする、プロサッカークラブである。ホームスタジアムは、ハンライスタジアム。オーナーは、ベトナムのコングロマリットである T&T グループ。T&T グループは、サッカークラブの他に、T&T 卓球クラブも保有している。ハノイ T&TFC は2006年6月18日に、創設された。 クラブは2007年シーズンにベトナムサッカーリーグ2部において初のタイトルを獲得した。2009年には国内最上位リーグの V リーグへと参戦。2010年シーズンは V リーグで初優勝を達成した。2013年シーズンに2度目の優勝を達成、AFC チャンピオンズリーグ2014の参加権を獲得した。2016年4月にハノイ FC が サイゴン FC に改名したことを受けて、ハノイ FC に改名した。なお、前述のサイゴン FC の前身となる旧ハノイ FC の所有権を手放した後の2015年に、改めて若手選手だけで構成される B チームを、ハノイ T&TBFC として設立しており、こちらも2016年に、ハノイ BFC に改称しているが、同クラブは2019年から本拠地を、 ハティン賞に移転して、本輪ハティン FC として活動している。2020年1月30日、T&T グループ会長堂、クアンヒエンの次男である、同、ビンクアンが25歳の若さで、ハノイ FC 会長に就任。ベトナムのプロクラブでは最年少の会長となる。中、選手の国籍表記は、FIFA の定めた代表資格ルールに基づく。星印は、 外国人選手を示す。ありがとうございます。